シェイクアウトは2008年にアメリカで考案された地震対策の訓練です参加者が同じ時間に家庭や職場などその時いる場所で一斉に身を守る行動をとるというものですドロップ姿勢を低くカバー身を守るホールドオン揺れが収まるまで待つ たたったこれだけの非常にシンプルな訓練です近年千葉市や名古屋市西宮市など日本各地でも行われており昨年8月に実施した北海道ではおよそ11万3000人がこの訓練に参加しましたそれでは実際に訓練がどのように行われるのか見てみましょう今回の訓練は 午前11時に震度6強の地震が発生したという想定で行います当日は時間になると防災無線放送から区内全域に訓練開始のアナウンスが流れますこちららは防防災災杉並です。ただから自主参加型一斉防災訓練を しだよはい。この放送が聞こえたら参加者はまずその場で姿勢を低くしてください続いてすぐに机の下など安全な場所で頭や体を守ってくださいそして揺れが収まるまでじっとしていてください 訓練開始から地震が収まるまでおおむね3分程度を予定しています揺れが収まった後も慌てず周りの状況を確認しながら立ち上がってください続いて会社などオフィスでの様子です家庭などと同様に防災無線が聞こえたら各自で身を守る行動をとってください もし防災無線が聞こえづらい場合は時計などを合図に午前11時に同様の行動を始めてください訓練地震発生身の安全を守りましょう また、訓練が終わったあとも引き続き避難経路の確認や固定されていない家具の点検などそれぞれの場所で防災対策を確認してください。